三段で激闘が起こっています。国士舘の影ゆうきさん、泉田さとえさん、石井彩さん、早稲田大学竹内麻里さん、児玉咲希さん、中村花さん、小山香菜さん、第3レーン中央大学福島みゆきさん、三輪ダリアさん、山田夏樹さん、岩田優奈さん、第5レーン日本体育大学湯浅加奈子さん、広沢麻衣さん、森美優さん、小林真由さん、第7レーン山梨学院大学戸谷優美さん、柴田野恵さん、並木静香さん、戸谷敦美さん、第6レーンは青山学院大学奥田真澄さん、高森真帆さん、小賀遥さん、杉浦遥さん、第7レーン山梨学院大学戸谷優美さん、柴田野恵さん、並木静香さん、戸谷敦美さん、第8レーン駿河台大学吉田葵さん、松本千佳さん、吉田かすみさん、栗崎しおりさん、ちょっと踏み切り乗らなかった、はい、だいぶ手前でしたね、残念。さあ参るの、その時の第2位が中央大学で3分39秒89、はい、おそらく日体そして中央の、2つが抜け出してくるんではないかと思います。さあ広沢さん、日体大がトップですね。さあ日体そして駿河、日体が逃げてますが駿河台が追いかけてます。そして中央と、はい、艦隊の、決勝進出、はい、慶応大学がエントリーしてませんので、はい、そうですね、駿河台が出場してます。ここはですねどうなるかまだ分かりませんね。日体大はですね、あの関東インカレの時は北村夢さんが走りましたけども、はいはい、今日は出てません、ちょっと戦力が違うという状況ですので、はい、どういったレースになるか本当に最後の最後まで分からないというところですか。中央大学は岩田さんがぶっ飛ばしてですね、かなり行ってますね。岩田さん元気ですね、はい、もう疲れ知らずといったところですかね。これは分かりませんよ。体育大学岩田さん追い切れないか。そして中央大学、駿河大学は駿河台大学は駿河台がちょっとバトン落としてしまいました。バトン落としたようですね、はい、